はい、おはようございます。30日日曜日朝の7時12分です。今日は愛知県稲沢市行きます。下道で行って10時間日曜日で時間いっぱいあるから下道で行けということなので、下道で10時間かけて行きます。で、246行くか1号線行くかあれなんですけども、246で行くことにします。まあ、まだ7時ちょっと過ぎたとこなんで、そんなに混まないと思うので、246の方が流れがいいので気にします。246から129号です。結局箱根越える予定ですけどね、旗の回るより箱根越えた方が早い気がするんですけど、まあ、荷物も全然崩れるようなものじゃないの で軽いし元気だと思います。では気をつけて行ってきます。ナビが246そのまま行った方が15分早いと言うんですけど、どうですかね。そのまま行っちゃおうかな。246そのまま行っちゃおうかな。累積休憩時間0時間0分。
経過0分、必要休憩時間0時間30分、あと30分。お疲れ様です。ただいま時刻は10時17分、富士、道の駅富士、道の駅富士到着です。ここまで3時間10分で来ました。3時間10分、箱根回るより早かったですね、多分。まあ今日は平日じゃなくて休日だから、まあ246も流れが良かったせいがあるかなと思います。ちょっとここで430休憩ということで休みたいと思います。はい、お疲れ様です。ただいま時刻は12時50分。お腹空きました今日は弁当持ってきてるので、弁当といっても
カレーです。ご飯とカレー。タイカレーとチキンカレーね。グリーンカレーとイエローカレー。ちょっとこれで、あとちょっとここは、あ、今、掛川のパー、あの、道の駅です。1号バイパス沿いの掛川道の駅。ここファミリーマートがあるので、ちょっと買い物していきます。買ってきました。あ、あ、ここファミリーマートだったんだけど、行ったらセブンイレブンに変わってました。なんか1年以上前に変わったらしい。久しぶりに来たからです。ぬか漬け、ぬか漬け大好き、ヨーグルト大好き。グリーンカレー美味しい。イエローカレー、うん、これも美味しい。1個98円。お疲れ様です。ただいま時刻は5時5分、ここは23号線バイパスの道の駅筆書きの里高田というところですね。ここで30分休憩しました。これから、まあ、あと65キロぐらい、ここから卸し場所の近くまで行きたいと思います。適当な休息できるコンビニがあればいいんですけどもね。7時半ぐらいまでには着くかなと思います。では出発します。
れ様です、ただいま19時夜7時ちょうどです、一宮市内のコンビニです。広い駐車場があったのでここで休ませていただこうと思います。卸先はこっから1キロぐらいですね。まっすぐなんで、9時必着だから、まあ、8時多分9時にならないと来ないんじゃないかと思うんだよね。まあ、8時に一応出ようかな。まあそういうことで、何時間だ、ここまで、走行時間が8時間30分、まあ、今日は以上でございます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます、またよろしくお願いいたします。